んじゃつらいです。はい、頭ボーン。皆さんは歌歌っている？まあ僕ら生きていく上でね、音楽というものは欠かせないものになってますよね。もうそこら辺になってる BGM だってそうだし、アーティストの歌とかもそうですけど、音楽というジャンルに触れたことない人はこの世にいないと思うんですけども、まあそんな音楽をやってる人はね、歌が上手い人が多いんですけども、俺も上手くなりてと思いまして、まあ普通だったらボイトレ通ったりするんですけど、僕はですね編集を覚えました。というのもですね、もうこの現代ね、めちゃくちゃ技術が発達してまして、どんなに音痴に歌っても音程を変えられるソフトがあるんですよ。まあ世の中ではねピッチ補正なんて言葉を使うんですけども、まあ過去に何度か動画にしてまして、音痴が歌った歌は編集で上手くなるのかとか、寝起きで歌った歌は編集で上手くしたら気づくのかとか、いろいろやってきてるんですけども、今回そのシリーズの第3弾目、ヘリウムガスで歌った歌は編集で上手くしたら気づかれるの。というわけでこちらにですね、ヘリウムガスを用意しました。まあ、ヘリウムガスってのはね、まあ、知らない人のために説明すると、まあ、吸ったら声が高くなるガスですね。一回まあ吸ってみますか。どうですか？ちょっとだけだね。まあちょっとだけじゃないわ。え、これ結構え、面白くね？この状態で歌を歌うとちょっとだけ高くなるんですよ。なんでこちらの原理を利用して、今からですねこのヘリウムガスを吸った状態で歌を録音しまして、それを編集ソフトに読み込んで音程を直して友達に聞かせたらヘリウムガス吸ってるってバレるのか検証していきたいと思います。というわけで今回はですね、やっぱりねヘリウムガスを吸うということで高い曲もいけるんで、オフィシャルヒゲダンディズムのミックスナッツ歌っていきたいと思います。それでは録音していこう。パーはい、というわけで録音の準備ができたんで早速録音していきたいと思います。いやー、歌えるのかな。今回はね、高い声が続くように一回一回止めて録音します。イントロ中にするか。袋に詰められた夏のような世間では袋に誰もがそれぞれ出会った誰かと寄り添い合ってる超間抜けなんだけど声がそこに紛れ込んだ僕らはピーナッツみたいに気の身のふりしながら微笑み浮かべる幸せのテンプレートの上モジョリエに書いた上辺の裏テーブルを囲み手を合わすと時さえありのままではいられないのに。こっからサビきますよ。ずっと残ってんだけど隠し事だらけ突き吐きだらけのホーム夢噛み砕いてもなくならない。これいける普通に。不安だらけなりゆき任せるライド噛み止めまみれの日常だけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃が持たれてゆく。わめっちゃいいのできたんだけどということでいいのができたんでね、早速これは編集していきたいと思います。チョコラメーン。はい、というわけでここからはですねミックス編集作業をしていこうと思います。まあ、今回ねロジックプロというソフトを使っていくんですけど、もうねこんな感じでこのもう最初ふうにやってるんですけど、袋に詰められたな、こことかお綺麗に、袋に詰められた夏のような、こんな感じで音程を全部直していきます。ハモニを作っていくよ。隠し事だらけ突き吐きだらけのホーム夢はい、というわけで作業を始めて30分くらい経ったんですけど、ようやく完成しました。疲れたということで、これをですね今から僕の家に来る歌手志望のお友達に聞かせてヘリウムガスを吸ってると見抜かれてしまうのか早速やっていこう。早速歌手志望のお友達来ていただきたいと思います。どうぞ来ました。皆さん、はい、どうぞ自己紹介の方をお願いします。田村です。誰やねんおいこいつ。
まあ、中学の同級生なんですけどね、もう歌がめちゃくちゃうまい。この世で一番うまいと思うんでね。はい。まあ、歌手志望はちょっと持ってるんですけど、はい、歌好きでしょ？ただ好きな人。うん。だってカラオケ最高得点いってるし。98。うわ、高っ！98点。歌のことが大好きなね、お友達なんですけど、はい、今回僕、歌ってみたら撮りました。流行りの曲で。おぉ、流行りの曲。今回ですね、はい、オフィシャルヒゲダンディズムさんの、はい、ミックスナッツという曲を歌わせていただきました。だけど、これを歌手志望の田村くんに、もういいか悪いか判断してほしいんで、わかりました。早速、聴かせていきたいと思います。私が歌ったミックスナッツです。はい、どうぞ。さあ、始まりました。はい。さあ、胸が騒いできますね。さあ、来ますよ、皆さん。本気ですか？オッケー。袋に詰められた夏のような世間では誰もがそれぞれでやった誰かと寄り添い合ってる。そこに紛れ込んだ僕らはピーナッツ。本気で、本気で、これ気の身の振りしながら、こっからすごいか、すごい、もう幸せのテンプレートの上もジョリエに書いた上の裏エブルの一つ見て合わせた日さえありのままではいられないのに、アクリさんに隠し事だらけ、突き上げだらけの本の山を噛み砕いても、綺麗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 、あ、綺麗、マジハモリ綺麗。神様なりの道じゃわかるの、ここに僕がいて、あなたがいる、この真実だけでも気が持たれてゆく。うわうわ、ありがとう。あイエーイ、どうでしたか？いや、ピッチもね、あのハモリもめっちゃ綺麗なんよ。はい。なんでこんなヘリウム吸ったような声なの？うわー、バレた。そういうこと？うわバレた。怖っ。なんでわかったの？いや、わかるでしょ。え、わかる？普通にわかるよ。あ、ほんとに？今回の動画は、ヘリウムガス吸った声を編集したら気づかれるのかという動画でした。なるほどね。ヘリウムガス吸ってるように聞こえなかったでしょ、最初は。もう一回入り聞いてみる？あんま違和感ない。吸ってるよね。もうこれどうすればいいんだろうね。下げてもヘリウム。これ下げればいいのかな。いや、でも、ヘリウム吸って歌ったら、うん、ここめっちゃ綺麗、うん、これ加工じゃない。え、だから高い声出るんよ。おお、すごい。というわけで、はい、今回の検証なんですけども、はい、失敗です、はい。まあ、でもヘリウム吸ったら高い声出るってことは証明されましたから、確かに、はい、よかったらね、今後歌うときヘリウム吸ってください。裏側おー。